アイテム番号 SCP-423JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-423JP の全個体はサイト8173の収容室に収容されます。収容室内の気温は常に 0.31 度以下に保たれていなければなりません。SCP-423JP に関するすべての実験は、サイト管理者の許可を得た上で、断熱材と防弾用の補強材が備え付けられた実験室内で行われなければなりません。SCP-423JP を実験室に運搬する際には、必ず実体を冷凍容器に収容した状態で運搬し、SCP-423JP の活性化を阻止してください。また、人の耐熱による活性化を防ぐため、SCP-423JP の容器からの出し入れは、必ず専用の装備を身につけた職員が行うようにしてください。説明、SCP-423JP は、非活性状態では直径1センチメートル程度の大きさの球状の結晶で、二酸化ケイ素、水、編集済から構成されています。検証によって通常の水と同一の構成原子、構造を持つことが示されるにもかかわらず、SCP-423JP を構成する水は異常な振る舞いを見せ、少なくとも、どの高熱の環境下でも固体の状態を保ちます。また、SCP-423JP は非活性状態、伸長期、開花期のいずれにおいても高い自己再生能力を有しています。蒸気の再生能力、水の振る舞い、およびその特殊な結晶構造を除き、非活性状態の SCP-423JP は特に異常性を示しません。SCP-423JP は、0.31 度以上の環境にさらされた際に活性化し、伸長期へと移行します。伸長期に移行した SCP-423JP は隣接する物体に完全に定着位置し、鉛直上方向に向かって1時間あたり約 3.5cm ずつ伸長していくようになります。この伸長に従って、SCP-423JP 周囲の気温は徐々に低下していきます。この気温の低下速度は SCP-423JP の個体数に依存しており、個体数が多いほど気温の低下も早くなることが明らかになっています。加えて、SCP-423JP は、度以上の環境にさらされたとき、その伸長の速度を飛躍的に増加させることが確認されています。実験記録 423JP-03 を参照。なお、一度 SCP-423JP が活性化すると、周囲の気温が、度を下回るまでこの伸長が停止することはありません。周囲の気温が、度を下回った場合 SCP-423JP の伸長は一時的に停止しますが、その場合でも気温が、度を上回ると直ちに伸長を再開します。実験記録 423JP-02 を参照。SCP-423JP は対抗が、CM に達した時点で鉛直方向への伸長を停止し、開花期へと移行します。この状態に移行する際、SCP-423JP は自身の上端部分を急速に発達させ、植物の花と外見的に類似する器官2を生成します。開花期に移行してから、時間が経過すると、SCP-423JP は自身の茎に当たる部分の一部を球状に膨張させます。膨張した部分はやがて1から3体の非活性状態の SCP-423JP に変化して母体から切り離され、時速約、から、km で無作為な方向へ射出されます。その時点で母体となった個体は一切の異常性を喪失します。実験記録 423JP を表示。実験記録 423JP-01、日付20、年、月、日。対象、SCP-423JP-140、実施方法。対象の髪型に厚さ 3mm の鉄板を設置し、その後対象を活性化させる。結果、成長の過程で、対象は鉄板を貫通した。その後対象は正常に開花期へと移行し、新たに2つの SCP-423JP 個体を生成。
新たに生成された個体は SCP-423-JP および SCP-423-JP と分類された。分析見たところ、 SCP-423-JP には成長の妨げとなる物質を押しのける力があるようだ。博士、実験記録 423JP02 日付20年月日、対象 SCP-423JP 36、 実施方法、対象を活性化させた後空調を用いて室内を人為的に冷却させる。結果、室温が同下回った時点で対象は身長を停止した。その後室温を度以上まで上昇させると、対象は身長を再開した。分析、絶対0度になるまで身長を続けるかと思ったが、どうやら成長できる気温には加減があるらしい。これが能力的な限界なのか、それとも意図的に設けられたものなのかはわからないが、博士、実験記録 423JP03、日付20、年、月、日、対象 SCP-423-JP-70、 実施方法、対象を活性化させた後空調を用いて室内を人為的に加熱させる。結果、室温が度に達すると対象の身長速度が通常の倍に増加した。 SCP-423-JP の個体数が体を上回った時点で室温は低下し始め、室温が再び度以下まで低下すると SCP-423-JP の成長速度は通常通りのものに戻った。新たに生成された個体は、それぞれ SCP-423-JP からと分類された。分析、増えた分の SCP-423-JP を処理する手段が確立されるまで、これ以上の個体数の増加をもたらす実験は凍結します。研究主任、博士、実験記録 423JP04、 日付20、年、月、日、対象 SCP-423JP940、 実施方法、ハンマーを用いて対象の破砕を試みる。結果、対象は極めて硬質であったが、数度の試行の後一部を破損させることに成功した。しかしながら対象はその後直ちに自己修復を開始し、15秒後に完全な状態へと復元された。分析、この後の実験の結果、完全に粉々になった状態からでも再生できることが明らかになった。博士、実験記録 423JP05、 日付20、年、月、日、対象 SCP-423JP941、 実施方法、実験用の装置を用いて対象に圧力を加える。結果、加えられた圧力がメガパスカルを超えると対象を構成する水が融解を始めた。実験終了時点で対象は二酸化ケイ素と編集済みからなる粉末状の混合物に変化しており、混合物と水の双方の異常性は失われていた。分析、SCP-423-JP は熱への耐性こそ有しているが、高い圧力に耐えることはできないようだ。博士、実験記録 423JP06、 日付20、年、月、日、対象 SCP-423JP1105、 標準的部隊1匹、実施方法、専用の断熱装備を身につけた B クラス職員を用いて SCP-423JP1105 を豚に飲み込ませる。結果、 SCP-423JP1105 は豚の口腔で活性化し、そこに定着した。この際 SCP-423JP1105 は耐熱によって爆発的に身長を加速させ、豚の体組織を著しく破壊した。その後開花期に移行した SCP-423JP1105 は新たに3体の SCP-423JP を射出し、そのうち1体は D クラス職員を貫通し体内に侵入した。この時得られた反応は豚の口腔内におけるものと同様であった。分析、
SCP-423-JP は生物体内であっても問題なく伸長できることが確認された。SCP-423-JP が新たに生まれた個体を射出するのは、植物に例えるなら、種子をより広範に拡散させるためだろうと推測される。しかし射出速度があまりにも速いため、生物を殺傷するのに十分な運動エネルギーを伴っている。博士。POI-423-JP、M を表示。POI-423-JP、M。SCP-423-JP は20年月日、鹿児島県、島産の日本生類総研のものと思われる放棄された研究施設内、およびその周辺で発見されました。発見当時 SCP-423-JP は島内全域に存在しており、島の気温は、度程度に保たれていました。また最も多くの SCP-423-JP が発見された研究室からは、体の SCP-423-JP と共に著しく損壊した、人の男性の死体が発見されました。研究室の壁の一部には SCP-423-JP によって開けられたと思われる穴が複数存在し、壁を貫通した SCP-423-JP が島内全域へと拡散したと推定されています。また、同室内からは日記と思われる複数の文書が発見されています。付着した血痕や SCP-423-JP 個体の定着による劣化のため、これらの文書の大部分は判読が困難な状態でしたが、財団はそれらのうちの一部を復元することに成功しました。以下にその内容を記載します。20年月日、地球温暖化への対処策として開発された I-014-N3 であるが、熱の吸収効率と拡散力が思いのほか低く、現状では有効だにならないと言わざるを得まい。私が、効率の改良は困難だと言うと、上の連中はこれ以上の研究は時間の無駄だなどと抜かしてきた。バカバカしい。質の悪さは量で補えばよいのだ。そう言ってやると渋りながらも研究を許可してくれた。さて改良の方法だが、一定以上の気温環境下における成長プロセスをある程度加速させることによって、個体数そのものの増加を促進させることを思いついた。拡散力の問題については、スミレなどに倣って種子を自発的に飛ばすようにすればいいだろう。発芽に必要な温度条件をもう少し下げてみるというのもいいかもしれない。早速明日にでも取り掛かるとしよう。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。